好啊，皆さんおはようございます。近鉄天理駅、なかなかいい感じですね。今日は1月2日だから明けましておめでとうございます。新年快乐。よいしょ、眠りそうですね。毎回早上好って挨拶してましたけど、早安っていう挨拶を杉岡さんに教えてもらいました。大島正史、すごい新年の放送が入ってる。天理駅を出発します。お家を出てから1時間近くかかってしまった。こっちでいいのかな。違うような気がする。なんか天理駅の前は古墳だった。なんかだいぶ整備されました。ちょうど1年前にも始発の電車に乗って近鉄奈良駅に降りたのを思い出すな。あれから1年経った。寒い。動画の数も91本になりましたよ。よいしょ、よいしょ、お、よいしょ。なんか面白いなと思ったもの撮っておこう。よいしょ。なんか目が回る、目が回る。これは。よいしょ。こっちから行こうか。よいしょ。こうなってるんや。まだ早朝、朝の7時5分だから誰もいてないけど、この商店街は天理教のおかげかな。結構奈良県内では賑わってる方だと思います。かわいそうなぐらい寂れてる商店街も多いもんね。みんな頑張ってるんだけどね。台湾生タピオカ専門店、天理店。レコードミュージック。We'll be right back.
やと夢の国です。せずして初詣になってしまった。感じだけど恐ろしく寒い。今日はちょっと寝不足気味でしんどい。なかなかねまとまった自分の時間が取れないんですよ。今日も3時台に起きて子供たちのお昼ごはんシチューを今日は作って、しんどい。そうしないと昼ごはん作るのに間に合うように早く帰らないとダメだから。とてもこんな何大国山大国山には登れない。あれかな。ええとかやな。
あ、これ、え、ちゃんかな、わからない。なんだかわからない。東海自然歩道なのか。交通というところでは、無撮影ができないことがわかった。貧乏してる気がする。念のためもう一回と。すごくさ、締め縄ですよ。同じセリフ2回。2回間違えそうだ。